ひじくじき。横面打ちを左手で受け、右手で顎を掴んで押し倒す。そして右膝を支点にして受けの肘を決める。顎を掴んだ後の押し倒し方を再度見てもらいたい。またとどめの別法としては、耳下の顎の付け根部分を親指で決める方法がある。